家庭科室ですか。はい。ああ、まあキッチン的な。ああ、が入ってて。あ、あの手前にあった。そうですそうです。木造校舎の。じゃあ、その当時のほぼままみたいな感じなんですかね。そうですね。これ何の年の写真かちょっとあれですけど、昭和20年代かなの時の写真だと思います。そうですね。すごいもう国旗が日本。多分落成式の時の写真だと思うんですよね。というわけで今日はね、真庭市の二川というエリアに来ました。で、こちら廃校なんですけども、これはもう100年ぐらいになるのかな、そんな学校、情報によれば中学校になるんですけども、今日こちらの方に行ってみようかなと。学校の中の写真であったやつですね。でもあれですね、やっぱ白に塗ってるってことですね。そうですね。どれ築も100年ぐらいいってますかね。近いと思いますけどね。今日ちょっと特別に、普段そんな入れるような感じじゃないですよね。幸福村。はい。地域の方のお祭りの関係のものであったりとか、いろんなものを入れてるんで、普段は開放してないんです。じゃあお願いします。ありがとうございます。地域の方で個食、一人食をせごっていうので、皆さんでご飯を作って食べたりとか、そんなの調理場もあったりとかするんですけど、あんまりちょっと見せれるところが多くはないんですが、ここが勝手にもう物置みたいな感じになって、そうですね、まあ、もう物置とか、あと地域のちょっとした拠点スペースとして使ったりは。今後、小学校の方におそらく統合されていくことになると思うんですが、でもあれですね、なんかさっきずっと思ってたんですけど、外めちゃめちゃ暑いじゃないですか、でもなんかちょっと涼しいっていうか、そうですね、なんか思ったより結構涼しいで、やっぱこれは木造だからっていう部分もあるし、やっぱ地域的に真庭の市内で一段標高が高いんで、だから結構そもそも家にクーラーがある家が少なかったりだとか。今でもそうなんです。そう、今でもそう。あらま。し、小学校も今漫画館として再出発するにあたって、職員室以外にもクーラー入れたんですけど、もともと暖房施設しかなかったんで。そうなんですね。はい。窓開けて風通しさえ良くすれば十分過ごせる。1階は教室というか形に残っているので、今の上にあるのはこれベルですか？なんかこれチャイムみたいな感じですかね。ああ、でもそうかもしれないですね。時代の感じで書いてます。自己責任で。ああ、でも3階まであるんですね。あ、ここはね、倉庫になってるんです。今油で使う畳とかお皿とかそういうものを作ってるんで。なるほどなるほど。床がカーペットの、あ、でもこれ途中であれなんですかね。途中で張り替えてますね。もともとは普通にここの廊下と同じ素材。でもあれですよね、このぎゅうぎゅう言うんで、この下は本当にそうですね。張り替えてますもんね、絶対。どうぞ、よろしくそのままに。でも相当古いですね。そうですね。拓也さんが工房として体育館使われてます。今日はちょっとあれですよね。閉まってますね。ですよね。まあ外側、もう中はもうあれですか、もうそのまあ加工したりする機械が中に。入ったら分かると思います。だから体育館とか。床とかも完全に体育館なんで。この下になんか給食室みたいなのが見えたんですけど。あれは地域の方でこの農産物加工とか持ち。あ、先ほど話されていた弁当とか作ったりするのに使われてる。全然そちらの方が綺麗で使えるんですけど。じゃあこれもうじきに取り壊しになるっていうかもしれないですね。まあ急ぐものでもないんで、それこそ予算がついたタイミングでっていう形になるんだと思うんですけど。耐震橋、ここもそうですし、そこにもう一個保育園かがあるんですけど、それももう取り壊し確定してるんで。なるほどね。そういう耐震橋の問題で仕方なく取り壊すっていうやつですね。木造ですからね、もう補修の必要がないのもあるんだと思うんですがね。もう補修したらとんでもない値段になりますよね、絶対。すごい値段になると思いますね。で、公共施設として使う以上やっぱ一定の基準は超えなきゃいけないので。なるほどなるほど。まあメンテナンスも大変そうですもんね、この屋根。まあ比較的新しい小学校に統廃合してしまうというのは、それもあるんだと思います。なるほど。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。